ビババジ。ビバジということで、川井選手、突然ですが今から20秒間計りますので、はい、自己紹介をお願いします。はい、では用意スタート。こんにちは、シミレスパルスから移籍してきました、ファジアの岡山、背番号27番川井陽介です。よろしくお願いします。10秒前。あ、まだある。特にないですね。頑張りますのでよろしくお願いします。3、2、長いですね。意外と長いですね。はい、特にないですね。特になかったですか。言うことない。はい、川井先生、ファジアの岡山に来られていかがでしょうか。まあ、岡山の街だったりチームにようやく馴染んだというか慣れてきて、すごく楽しい生活を送れてます。まあ、上の順位も見える位置に、いい位置にいると思うんで、はい、そこを上を見ながらサッカーできてるっていうところが充実してるかなと思います。昨シーズンまで清水一筋、 J1 通算204試合出場を誇る川井選手。周りの選手の特徴を引き出すプレーが得意な司令塔は、精度の高いパスや相手の攻撃の芽を摘む守備など攻守のバランス役としてチームに安定感をもたらしています。続いては教えて川井選手。まずは1枚目。あ、地元自慢。地元自慢。はい、地元は静岡県。はい、はい、どんなところが自慢ですか。魚はやっぱ美味しいですかね。やっぱりご飯、まあ、ずっと僕10年清水にいたので、はい、まあ、いろんな美味しいご飯屋さん行かせてもらったりして、まあ、やっぱご飯美味しいなと思ってます。まあ、あとは富士山とかさ、やっぱりいい、ね、富士山、はい、他の県から来た人には富士山すごいって言ってもらえるんですけど、自分たちからしたら 毎日見てた光景だから、なんか富士山あるのは当たり前っていう感じなんですけど、すごい、そこはまあ自慢かなと思います。今でもこう帰られたりして富士山見に行ったりするんですか。はい、あ、見に行ったりっていうか見えるだけあるなっていう、懐かしいなっていう感じはあるんですけど、まあ、綺麗だなと思います。冬の、はい、晴れた日はすごい綺麗に、ね、見えると思います。では2枚目いきます。2枚目いくっすか。はい、はい、じゃあこれで、あ、リラックスっすね。はい、リラックス。子供と電話、リラックスか分かんないですけど、はい、まあ癒されますね。今2歳の男の子。はい、はい、います。毎日されるんですか。毎日してますよ、テレビ電話。最近やっぱ喋れるようになってきたんで、少し会話ができるようになってきたんで、だいぶ楽しくなってきて、すごい可愛いですね。ちなみに、あの、息子さんにはサッカーとかさせたいですか。させたいまではいかないですけど、うん、ボールも、ね、家の中でガシャガシャ蹴ってるんで、まあ、自然とやる方向に行く可能性があるので、その時は川井選手が、はい、まあ、何も言わないですよ。やりたいって言ったらやらせますけど、まあ、やりたいことをやったらいいかなと思って、はい、いや、いいですね、はい、楽しみですね、はい。では川井選手お願いします。はい、これですね、 J1 昇格、このためだけに僕はここに来たので、はい、これが達成できれば全て報われるかなと思います。まあ、とにかく上の順位のチームにプレッシャーをかけられるように勝ち点差を積み上げていくことだけだと思うので、上だけ見て、はい、毎試合1試合1試合集中して、日々のトレーニングから1日1日 100% やっていくことが全てかなと思うので、はい、頑張りたいなと思います。